から5年生ゾーンに入ります。陽之助で5年生です。陽之助くん、はい、これですね。はい、これもビューリーグか、水野でね。おお、いいグローブ使ってるね、これも。へえ、これ坂本選手モデルかな。坂本選手モデルかもしれない。いや、いいね、ありがとうございます。グローブこだわってるところとかある。毎回肩は気にしてますね。ポケットがしっかりと作ったり。好きなプロ野球選手は今じゃないんですけど、10年後の人。うわナルシストかっけ。じゃあね、僕が10年後にファンに、ね、なってるような選手になっておいてください。覚えてるよね。オッケー、じゃあそういう選手やるように頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。飛車攻撃みたいになってるね。はい、お願いします。もうちょいこっち来ようか、密になろうか。密です。はい、ダメだ、これ小池さんに怒られる。蓮生です。蓮生くん、はい、はい、お願いします。いきます。じゃあ、このコストよいすやべえ、めっちゃ頭叩きてキャラめっちゃ何普通の顔してんだよ。はい、水野の内野で使ってる。あ、はい、これ内野です。内野も外野もやってる。内野だったらこっちでしょ。こっちファースト。内野だったらこっちファースト。こっちファースト。まあ、ポスト以外の内野とかで使ってて。なるほどね、なるほど。これいつ頃買ったの。これ、3年前。3年前、なるほどね。いや、いいね、すごい軽くて使い勝手もいいし。お、赤でね、かっこいいしね。じゃあ、次ファースト見ていこうか。はい、いいです。いや、これはね、マジでかっこいい。ローリングスのファーストミットです。これさ、ここがさ、普通のファーストミットと違うよね。はい、なんかウェブの部分が。これはいいね。なんか今時のファーストミットって感じがするんだけど、何年ぐらい前にか。これも1年ぐらい。これは1年前ぐらいです。1年前か。はい。おお、さりげない青がいいね。はい、さりげない、この普通赤なんです。そうね、レースに時間めっちゃ取るよ。今後どういう選手になりたいかって決意表明を。ホームランを打つ。ホームランバッターにね。ホームラン量産機。オッケー、じゃあね、たくさん打って。了解。こう中学高校でも頑張ってください。はい。はい、まだあと1年やるからね。もちろん。さらに上達してください。はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ元気よく、大きな声で、はっきりとお名前をお願いします。コウタロウです。コウタロウくん。はい、お願いいたします。じゃあね、ちょっと使ってるグローブですか。ローリングスの R9 ってやつかな。R9 シリーズ。柔らかいやつかな。結構柔らかい。そうね、すごくいい青が。青うん、だし、なんかグローブでこだわりがあったら、ここ気にしてるよとかって。ママに目立つ色にしようって。おー、まあそうすればね、自分も目立てるしね。プロ野球よく見る。あんまり見ない。あんまり時間が。ああ。習い事4つやってる。おお、すごいね。バスケもやってるの。バスケ、ピアノと。バスケ、ピアノ、塾、野球。もうなんか山川みたいになりそう。じゃあね、たくさんあるといろいろやってきてると思うので、まあじゃあ野球ではどういう選手になりたいかっていうのを。ヒットを20本は余裕で打てるよ。おー、いいねいいね。週に1回もう1回も打つし、まあ、そうね、土日しかやってないと思うし、そんなに打席も立てないとは思うんだけど、まあその中でしっかり打てるという。はい、じゃあどんどん頑張ってパッと打っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、大きい声でハキハキと下の名前をお願いします。え、葵です。葵くん、はい、お願いします。じゃあ前にグローブをちょっとこの辺に出してください。はい、これもビューリーグかな。はい。おー、かっこいいね。黒いグローブ多いね、みんな。なんかこだわりとかある？え、ないです。ないの？はい。オッケー。まあでもね、かっこいいと思うんですね、このグローブ。いつ頃買った？買ってもらったか。いつ頃？2年前。2年前にお父さんに買ってもらった。おー、いいな。じゃあお父さんに感謝してね。はい。はい。じゃあプロ野球よく見る？見ないけど好きな選手はいる。おー、いる？じゃあちょっと好きな選手、どういう選手、誰が好きか。大谷翔平。おー、いいね、翔平さん。そのうちあの人外国人じゃないかと思っちゃうね。すごすぎて。体格がね。じゃあやっぱ目標とする選手も大谷選手。いいね。じゃあそのためにはたくさん練習して、ぜひぜひ、大谷選手のように、二刀流で活躍できるような選手に今後なっていってください。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ元気よくハキハキとカメラに向かって下の名前をお願いします。はい、大輝です。大輝くん、はい、はい、お願いします、はい、じゃあこの辺にね、グローブをちょっとポーンと
あのこれ、まあ、さっきも何回か出てたんですけど、あのビューリーグってやつ。はい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 、はい、ビューリーグ。今度はね、ビューリーグ、今までみんな黒が多かったんだけど、黄色のビューリーグ。はいはいはい、これでしっかりとお手入れしてるでしょ。いや、そんなにお手入れ。そう、あのほら、しっかりとね、ポケットにオイルが塗られてたんで、いいね、これもちゃんとグローブへの愛を感じられるね。じゃあちょっとなんか特徴、こだわりか、どういうグローブ。もうフライがいっぱい取れるよ。おー、なるほどね。まあ本当に見てみてもポケットがかなり深いので、つかんだら離さないね。はい、はい、じゃあ食べるね、はい、じゃあプロ野球よく見る。うーん、まあたまに見ます。たまに見る、はい、じゃあ好きなプロ野球選手のちょっと教えてもらいたいな。ライオンの森。おお、森友哉選手。はい、いいね、いいね、豪快だもんね。はい、打ってる欲しい。うん、かっこいいよね。はい、森選手、僕同い年だからさ、めちゃくちゃ応援してるんだ。このままセーブ残ってほしいね。はい、うん、オッケー。じゃあ森選手みたいに豪快な選手にやっていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。元気よくハキハキとカメラに向かってお名前をお願いします。ゆうたです。ゆうたくん、はい、はい、お願いします。これも水野ですね。水野が多いね、みんな使ってるのが。ちょっとだいぶ使ってるよね、これ。使い込んでる、使用感が。おお、じゃあもう4年間使ってるのかってことだよね。おお、じゃあ1年生から行くやつか。いやー、いいねー。じゃあちょっと、はい、ありがとうございます。なんかこだわりとかある？これ。特にはない。でももう4年も使ってるから使いやすいじゃん。いいね、いいね、長く使うっていいね。じゃあプレーキ見る。たまに。うんうん。じゃあ好きな選手がいる？ライオンズの山川選手。おー、山川選手、はい、この前のサヨナラホームランすごかったね、本当に。助かーいって。じゃあもう目標とする選手も山川選手。はい。おー、じゃあね、ホームラン40本は打たなきゃいけないからね。オッケー、じゃああのね、ランニングホームランしか出、まあ少年野球って多分ほぼ生まれないと思うから、でランニングホームランでいいので、たくさんホームランして山川選手みたいに、チームの主軸の、主力バッターになっていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よってよってよって。でも顔芸、顔芸やんな。はいよ、はい、チーズ。OK、 いいよ、OK、ありがとう。Thank you。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。